こんばんは、アキラのゲーム部屋へようこそ。ラスクラ実況です。はい、今日お知らせ来ましたね。明日のアップデートについてお知らせが来ていました。メンテナンスのお知らせ、2019年10月10日13時から15時の予定。まあ今回はその大幅なアップデートじゃないから多分3時で終わってくれるでしょう。はい、イベントが更新されますと。イベント異界の神獣更新ということで、以下3点を追加。1、高難易度クエスト、真なる力追加。これまでより強力な神獣が出現する高難易度クエスト、真なる力を追加します。初回クリアでエーテリオンと神獣の証が獲得できますと。神獣の証で、カッコ2が、交換所ラインナップが追加。異界の神獣交換所にイベント限定装備や各種大小石、新小石を追加しますと。さらに交換所の報酬をすべて交換すると何かが起こるかもということなんで、これはなかなか狙っていきたいですね。はい、イベントミッション合計でクリスタルが600個分のイベントミッションを追加しますと。その他本メンテナンス不具合の補填として下記を実施いたします。アイテムドロップ確率を上昇、アイテムドロップ時の個数を増加、クエストクリア時の累計獲得ポイントを増加ということなんで、はい、まあこの3つのまず追加のところをちょっと確認していきたいんですけども、まずはこの高難易度クエスト、真なる力ってね、高難易度っていう日本語おかしいんだけどね、高難度クエストだけどね。なのでこれがまあイベントのね、ここまでで、まあ異界の強敵東が一番難しかったんだけども、これよりも上が来るということですね。で、さらに、交換所。交換所ラインナップされるということで、もうすでに僕も、イベント限定アイテム、大小石、新小石は全部取って、あとまあ、なくなってしまった、開業賞と、古代魔素と集めようかなと思ってたんだけど、今は一旦だから、この辺のね、アイテムの、集めています、今はね。で、あと、真珠の証をもらえるって言ってたけど、何なんだろうね。ただこの累計ポイントのやつは変わらないんだね。ここは追加されるって書いてなかったから、ここは追加されないから普通に100万ポイントは楽勝で取れるだろうな。ここ追加してあげたらいいのにね。普通に、異界の光とか手に入りにくいんだから。って思いました。はい、まずはだからな、難しいダンジョンが1個さらに追加されるよっていうのと、交換所のラインナップが更新されるよっていうところ。で、さらに、データ更新で、聖剣伝説、アークピックアップガチャが追加されます。ピックアップガチャはアークのね、本ガチャはアークのみが出現する10回ガチャで、コラボ期間中のみの限定開催となります。また、聖剣伝説アークがピックアップされ、出現しやすいガチャとなります。10連の地産枠では、SS レアアーク当選時に確定で、聖剣伝説アーク、聖剣伝説 FF ガイデン、聖剣伝説2のいずれかが出現しますということで、抽選枠1から7は聖剣伝説アークがピックアップ、8から9は SS レアが当選すると、確定で聖剣伝説アーク、聖剣伝説 FF ガイデン、聖剣伝説2のいずれかが出現。10枠目は S レアアーク以上確定、SS レアが当選すると、確定で聖剣伝説アークかの聖剣伝説 FF ガイデン、聖剣伝説2のいずれかが出現するよと。いうことで、SS レアが当選するとだよね。なので、ね、今までも聖剣伝説ガチャで、聖剣伝説の枠出ることなかったけども、僕ね、今のところ FF ガイデンが出てないからね。まあ、狙っていこうかな。期間は10月10日木曜日から17日木曜のメンテナンスの12時59分までと、いうことで、本ガチャは10回ガチャのみとなり、ユニットは出現しません。聖剣伝説アークは期間限定のアークとなります。期間終了後も復刻なのに再登場する可能性はございます。聖剣伝説アークはクリスタルガチャ及びチケット名称に聖剣伝説とついてないガチャチケットからは出現しません。ということなので、まだ僕も揃ってないからね。なので、回そうかな、回そうないかなっていう悩みどころです。で、コラボ記念リツイートキャンペーン報酬としまして、これが、配布内容が、S レア以上確定聖剣伝説チケ1枚、聖剣伝説チケ2枚、期間イベントオーブ回復薬5個、マザーソウル5個、
各種大小石10個ずつ、高級教会も10個ということで、各種大小石も10個ずつもらえるんだね。で、配布期限は10月10日木曜から14日月曜まで。で、各種改善についてと不具合に修正についてはこんな感じで、はい。で、スポイトがね、実際の効果より低かったんだね。これはきついね。で、補填についてはですね、今回、イベントの異界の真珠についていかを実施、先ほどのね、アイテムドロップ率上昇とかそういうのね、に合わせてクリスタルが500個。で、期間限定イベントオーブ回復薬が30個ってくるんだけども、まあ、イベントオーブね、もらえるのはそれはそれで嬉しいんだけども、今回僕、これは納得いかないなと思ったのが、もちろんクリスタルは嬉しいよ。クリスタル500個は嬉しいんだけど、はっきり言ってその、何を一番損したかって言ったらソウルだよね。レッドソウル、ブルーソウル。特にバトル中でね、中断されたりとかもそうだし、アリーナもそうだよね。もうソウルをすごく無駄にしたんだから、その辺のことを、返してほしい。なと思いましたね。うん。まあ、とはいえ、まあ、運営がそうだと言うならば仕方がない。とりあえず、クリスタルが500個もらえるのと、大小石やら、ガチャチケやら、もらえるんで、まあ、その辺はまたね、使っていって、動画にしていこうと思います。で、まあ、石が3000個あるんで、まあ、これはせっかくなんで、アークピックアップガチャね、回していこうかなと思います。で、まあ、先ほど言いましたように、この、明日のアップデで、新しいダンジョンが追加されること、で、交換場がラインナップ更新されるっていうことで、まあ、今からできる、まあ、準備的な話ですよね。で、まあ、それはやっぱりまず交換所のためのアイテム。うん、これは貯めといた方がいいよね。うん。何が来るか分かんないしね。で、全部揃えたらいいことあるみたいなんで。っていう意味では、まあ、頑張って回していきたいかなと思うのと、異界の強敵だし、うん、これもなかなかのね、難しいダンジョンだったんだけど、これよりも強いやつが来ると。いうことで、その中でね、何をやっぱ活かしていきたいかなと思ったんですけどもね。一番思ったんが、この、鍛えなきゃいけないユニットの話。まあ、当然ランディになってくるんですよね。主人公キャラだからね。ランディ持ってる人はね、ランディを鍛えていった方がいい。実際今回のその神獣とか倒す時もね、ものすごくランディ活躍しました。でも個性がね、まずね、マナの結束で特攻発射時、威力が 30% アップで、イベント期間中、聖剣ボスの神獣に物理攻撃の特攻効果が発動。これも聞いてきたんで、まあ、真なる力って結局、まあ多分神獣が出てくるんだと思うんだけどね。と合わせて、思ってるのが、能力解放。うん。結局その、ランディって物理攻撃、アタッカーなんで、そのアタッカーとしての能力を高めていくことが必要なんで、そっち方面ずっと鍛えていきます。三段切りがまだね、これで揃ってないんだよね。ね。赤屋の大小石も集めなきゃなと思いつつも、赤の大小石もですけど、これね。ね、僕まだね、青の大小石揃ってないんだよね。まあ明日10個もらえるからね、この辺は、間に合うと思うんだけど、結局。無属性アタックレイズ。無属性攻撃強化。これはね、欲しい。これを個性、これがね、つくだけでも多分パワーアップできるし、あとこの辺ね。うん、これも赤の大小石が全然足りてないから、この辺も揃えていかなあかんな。17個なんでね。まあ、っていう感じで、まあ、やってるんですけども、まあ、そもそもその、多分どんな敵が出てくるかわかんないけど、いずれにしろ攻撃力は必要になってくる。火力は必要になってくるから、それを準備していくためには育成していかなきゃいけない。っていうところで、今僕何をしてるかって言ったら、もちろんイベントダンジョン回ってるのもそうなんだけど、それ以外でやってることってね、素材集めです。で、今日はですね、その中で僕のおすすめのところの話をしようと思います。それが、これ、表層の大地のハードで、覚悟と不安の葛藤。このステージ。なぜかというと、ここのステージ。青の大小石がね、結構出てくれるんですよ。で、先ほど言ったように、僕、青の大小石足りてません。まあ、赤の大小石も足りてないんだけどね。で、なので、ここを回ってるし、で、ここで、でも、古代魔素も落ちるし、あと、強化薬も来てくれます。なので、ここをね、今、中心的に回ってるという感じです。はい。この辺ね、まあ、大小石のね、まあ、実際ちょっと回ってみましょうか。
っかくなんで一周回っておきましょう。そんな難しいステージではないんで、適当にやってでも全然変えます。今こんな感じのパーティーやってます。で、もうじきマナの祝日を覚えるな。で、月下残明もつけてます。まあ、特攻ブーストつけたいからね、みんなね。あと理想としては僕ね、ランディ二刀流にしたいなと思って、うん、それもこの後つけていこうかなと思っています。いきまーす。はい、殴っていきまーす。普通に殴ってれば勝てるし、まあ、魔法使ったら一発だけですかね。殴りでいきましょう。で、ラストクラギアやっててね、面白いのはやっぱりその、まあ、魔法で瞬殺するのもいいですよ。効率的にはすごくいいと思う。けども、やっぱこう、スキルを組み合わせて戦うとかいうところがやっぱ楽しいですね。バトルの面としては。こんな感じで楽に勝てるんですけどね、魔法だと。うん、だからそういった意味では、ね、魔法使えないステージとかね、今回追加とかもされたけど、そういったところはやっぱ楽しいなと思いましたね。今後だからランディみたいなキャラがですね、普通に今回のイベント以外でもですね、僕は全然生きてくると思うんですよ。で、そう、しかも今しか鍛えられないですね、今しかガチャで出てこないってところも含めて、うん、期待がいはあるなと思いますね。今後も期待ができるキャラクター。実際現在はでも今回のその聖剣伝説コラボに関して言うと、とてもとても満足しています。まあガチャでね3体とも引けたからっていうのもあるけれども、ポポイも鍛えたいんだけどね、なんとなく今僕ねランディとプリム、うん、だその魔法のキャラクター他にいるからね、うん、だからそうじゃないキャラクターのところで扱っていきたいなと思いますね。さあ、殴るで殴るで。今後からそのラストクラウディアね、多分、10月17日以降はね、その、ハーフアニバーサリーのね、キャンペーンいろいろ始まりますからね。その辺もすごい期待できる。気持ちいいね。やっぱ三段切り気持ちいいんだよね。今ドンって言ったのはね、猫が邪魔したからです。猫が構えて言ってきました。さあ落ちるかな、落ちませんでした。はい、まあてな感じで、まあ、ここ一応ね、先ほど言うように青の大小石、よく落ちるんで、まあ、おすすめのスポットとなっています。てな感じで今日はちょっとあっさりめ薄めでお届けしました。明日はねアップデート後の内容のですね、それこそ高難度ダンジョンのね実況などやれたらなと思っています。それでは本日もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントなどお待ちしています。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。